前回の動画では仕上げに入り、いよいよ完工間近になりました。外観も漆喰を塗り、基壇、天水鉢も据え終わりました。ここから基壇、参道など最後の仕上げに入っていきます。今回の動画では本堂内部の内装を進めています。現在は耐震壁の漆喰まで塗り終わりました。柱は建立時のままで130年前の柱になり、その当時の柱を生かすことができる社寺建築の良さがあります。こういった改修工事では古いものと新しいものが混在する良さがあります。今流れているのは施工前の御本堂です。本堂自体は大きさは変わりませんが、内装、床の改修、壁を新設したりと現状を残しつつ補強を行いました。廊下は天井の高さを上げる工事も行い、少しでも広く感じる工事を行いました。まだ工事の途中ですが、施工前と施工後のビフォーアフターをお送りします。工事をした後では見ることができない小屋裏や壁の下地などを見ることができます。観光した際には本堂内を一通りお届けします。次回は仏具、畳を入れれる状態まで工事が進みます。ぜひお楽しみに。